今回の任務どうだった？セイランまで行ったんでしょ？大したことはなかった。さすがカレンも吹雪も強いもんね。私は今回スオに待機だったから退屈だったな。結局今回もアリスは俺たちの正体に移籍してきた。ならばどうすればあの運命を変えられる？どうしたの？これを。かわいいふわふわ。もしかして私にくれるの？ラビットフットといって幸運を呼ぶお守りらしい。セーランの土産物屋で見つけた。ありがとうカレン。これ二人から私への遺跡のお祝いってことだよね？ああ、吹雪が選んだ。お前が無茶をしないように。お前はそそっかしいところがあるから。失礼だな。まあ思い当たる節はあるけど、でも嬉しいよ。これずっと身につけてるね。ああ。ねえカレン、これ本当はカレンが選んだでしょ？どうする、何かを変えなければ。あれ違うの？吹雪はお土産に木刀とかくれちゃうセンスだからカレンのチョイスだと思ったのに。あいつは趣味が悪い。だがいいやつだ。うん、それは知ってる。だから私これを機にちゃんと親に伝えなきゃって。運命を変える、変えなければ。吹雪との婚約を解消してもらうように。私海抜群に残りたいんだ。それにこんな気持ちじゃ吹雪を不幸にしちゃう。吹雪も私も親が決めたことに従ってきちゃったけど、私本当はカレンのことが好きなの。子供の頃からずっと。分かった、カレン。だが一つだけ約束してくれ。スオ9号線近辺の任務は回避してほしい。それはどういうこと？訳は聞かないでくれ。ただ少なくともしばらくはそうしてほしい。一条の家から上に命じてもらえばきっと受け入れてもらえるはずだ。それまでは婚約解消のことも黙っていてくれ。わからないよ。どうしてそんなことを言うの？いずれ話す。それに婚約解消のことは一条家に報告する前に吹雪に伝えるべきだ。時が来たら二人で吹雪に話そう。だから頼む。卑怯だとは思ったが、俺は自分に向けられた気持ちを利用してアリスの命を守ろうとした。だが結局アリスは怪異化してしまった。他の部隊の救援要請を放っておけないとスオ9号線に向かい、俺たちはそれを追いかけて同じ惨劇が繰り返された。もう一度過去に飛ぶには重ねが生まれるのを待たなければならない。渡月に行くことも考えたが、今回は最初と同じように吹雪もアリスの怪異化を見ていた。そこで人間由来怪異を人間に戻す研究を開始した。研究は難航した。そんな中、俺の中である発想が生まれていた。もう一度過去に戻るよりもっといい方法がある。レッドストリングスをアリスの体に利用すれば全ては解決するのではと。やはり今日も
六将士滅亡の日か。前回と同じだな。デッドストリングスを手に入れるために若菜を確保しなければ。貴様ら、渡月の、それは何だ。投資をジャニングしているな。まさかそれは若菜の。お母さん、助けて。大丈夫か？うん。お兄ちゃん、スカーレット・ガーディアン。あ、そうだ。お前、名前は何という？ユイト。ユイト・スメラギ。ユイトは、若菜の子供だった。レッド・ストリングスを受け継いでいる可能性を考慮し、連れ帰ったが、ユイトは、ベル・ペッパーだった。むしろユイトを助け出したことで、怪異襲撃の裏でうごめく渡月との関わりを疑われる羽目になった。これが今回の時間軸で政府から不信を抱かれるきっかけになってしまった。俺の監視役につけられたのは、怪異化したアリスを人質に取られた吹雪だった。上層部は俺が吹雪を殺さないと睨んだのだろう。だがある意味でこれは好都合だった。俺は吹雪と共に人間由来怪異の研究を行っていた青蘭市へアリスを送る計画を立てた。だが、すまないね瀬戸、僕らの計画に付き合わせてしまって。気にするな。確かにあの怪異がもともとは人間だったというのはまだ信じがたい。だがお前たちが嘘をついているようにも思えないしな。それにあの怪異は随分おとなしい。そこらを歩いている怪異とは何かが違う。人間由来の怪異はある薬剤を投与することで人間だった頃の意識を保てるんだ。本人にとっては酷なことだけれど、暴れさせるわけにもいかない。あのサイズの怪異だとセイランまで運ぶのに転送能力者が何人いても足りないだろうしな。見つけたわよ彼。吹雪も監視役としては失格ね。それに瀬戸、あなたまで二人に加担して研究用の怪異を盗み出すなんて残念だわ。強化に重ねか。貴様らザコがセプテントリオン三人を敵に回して勝てるとでも思ったか。まともにやればそうでしょうね。かげろ。はいはい、強化お姉様。ルカ、部長の指示でルカにはお薬を飲んでもらったの。こうして気絶させておけばテレポートも使えないしな。児玉が二人、まさか双子だったのか。残念、転送能力で逃がしちゃった。こっちには自由に動けるセプテントリオンのユタ、そっちは人質取られて動けないセプテントリオンの3人。秘匿されていたセプテントリオンか。あなたたちが反抗すれば政府がルカをどうするかわかるわね。貴様がニューヒムカのために働くとは笑えるな。カレン、あなたは私のことを知っているの。だとしたら違う意味で見過ごすことはできないわね。アリス！
丈夫か。強化重ね。連隊長、ルカのこと忘れるなよ。こいつは直接テレパシーなんで、ありがたいことに連隊長の声は聞こえない。命乞いしても無駄ですよ。ちぃ、何なのよ。邪魔ね、あの怪異。あいつを潰さないとカレンたちを連れて帰れないわ。そうね、あの面倒なの殺しちゃいましょう。まさかアリス、俺たちを守ろうとしているのか。まずい、すみません。アリスは本来の怪異の力を出せない状態だ。このままではまた。やめろ、俺たちは投降する。だからそいつを攻撃するな。そうだ、やめてくれ、頼む。その怪異はもらった。カゲロ、どうやらカレンは私たちのことを分かっているみたい。なるほど、始末します。異存はないわね。な、仕方ないか。今度は何？やめろ。ユイとスメラギ、ママの子供。カレン連隊長は俺の命の恩人だ。やらせない。邪魔よ、ユイト。ユイト、助力に感謝する。カレンさん、嵐も助かった、ありがとう。なんだカレン、君らしくもないな。兄さん、なんだか様子が。ルカ、さらばだ。あの時のルカでもない。ではいつだ、そんな悲しい顔をしているのは。長い繰り返しの中のどのお前だ。